洗濯物に囲まれているポンちゃんです。これはまだ洗ってないクロケンパパが今外外出から帰ってきて脱いだだけのやつですけど、ポンちゃん臭くないですか？短パンですけど、これいいですか？ジャン君がですね、クロケンパパのパンツが好きでですね、その上で乗っかったり匂い嗅いだりするというのが普通だったんですが、ポンちゃんはまあそれに限らず何かがあると上に乗るんですけどね、ポンちゃん、それジャン君にあげてもらえますか？これからですね、毎日続けている12時半からの猫カフェアスタマニャーニャという生配信をするんですけれども、生配信中に、まあ、LINE につないでこのギターをですね、弾き始めました。で、昨日の配信でちょっとチューニングというか、ベースをちょっと強調してみたりしたんですが、まあまあいい感じの音がしているのを、確認できました。こうなってくるとマイクの音がしょぼいっていうのが、声ですね、声がしょぼいっていうのはあるんですが、まあいいでしょう、とりあえずはね。さあ、それではスタートしますよ。12時半になりました。8月、今日は6日ですね。猫カフェアスタマニャーニャ、スタートいたします。ですね、ギターに関しての話がちょっとあって、昨日ですね、午前中ずっと練習をしていたところ、手が痛い、左手が、結構痛い、親指の付け根が痛い、小指の、まあ、付け根というよりはもう手のひらのとこですかね、手の中ですね、が痛い、あとは、各なんていうかな、関節がちょっと痛いということで、午後夕方ぐらいからは、一切練習禁止にしました。はい、どうもありがとうございます。残り1分となりました。とりあえず思い出動画の方ですね、こちらの方をまず切ります。ドン、右下がすっかり空いてるけどね。はいはい。そして、あと1分経ちましたらですね、この映像の方を、残したまま音声だけ先に切ります。これなぜそうしてるかもちょっと説明してなかったので、このところ言いますが、どうやら、受信側の方でですね、タイムラグがある方が結構いてですね、急に話の途中で終わっちゃったっていう方が多かったので、お話の方を先に終えて映像をしばらく残してから、切るようにしています。ですので、ぴったり、あ、これも数字にとらわれている、14時00分になったら終わりますみたいな、いかんいかん、じゃあ14時1分になったら終わりますねかね。そして茶釜こつさん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。それでは音声を切りますね。アスタマニャーニャー、マニャーニャー、出ちゃうの、出ちゃうの、パンちゃん、はいはい、ここに詰まってください。あれ、こっちですか、もう無理しか、あららら、ポンちゃん出ちゃうの、ポンちゃん出ちゃった。今朝ですね、ちょっと思い立って、ワークマンの、空調服、扇風機がついている腰のところにね、それをちょっと見に行こうと思います。すごい汗だくになりそうですが、あとはね、ここは延々緩い坂です。これを地獄の坂と呼んでいますが、これを登ります。結構ですね、自転車の、5段変速の中の1だから、一番ローの状態ですね。それでずっと走っているので、車道はやっぱりちょっと迷惑になるので走れません。この道に関してはそうね、あまり満足のいかない
ほんのちょっと、形ばかりの歩道ですね。これ自転車歩行者用のラインが引いてありますが、ここを登っていっています。まあじっくり時間かければ行き着くんでしょう。そして帰りずっと坂を降りるので、これ楽しみだなと思ったんですけれども、この意外と交通量が多くてですね、車の邪魔にはなりそうなので別ルートを取るつもりです。はい、たどり着きました。そんなに距離はないみたいなんですね。3キロなのか、もう少しあるのか。ただずっと、5度くらいの上り坂ですかね。それを登ってきました。インターネットで調べた値段は、そのウェアの部分だけだったようですね。だいたい4000円ぐらいから8000円ぐらいっていうふうに見込んできたんですけれども、それに1万いくらかの、1万5000円ぐらいのファンをつけると、ファンとバッテリーですね、合計だと2万円くらい、2万から2万5000円ぐらいになってしまうということで断念しました。帰りに100均かホームセンターで、手に持つ手持ちの扇風機、これ1個買って帰ろうかな、そんな感じになりました。ということで、すぐ近くのドン・キホーテに来てみました。もしもドン・キホーテにですね、その同じタイプのものが安く売ってるようだったらこちらもありかなと、まあ予算は上限8000円としましょうか。相談したくて電話をかけようとしたらですね、電話のバッテリー切れていて、マオイママさんや母には連絡できません。こんなものも勧められました。1980円、結構安いのでいいかな。一応値段はチェックできましたので、思っていたのとだいぶ違ってきたのでですね、一度、100均も見てみます。で、買わずに帰るかもしれません。今ダイソーを出たところです。思うようなものはありませんでした。300円の、まあ、おもちゃっぽいものはありましたが、そうね、ちょっと考えましょう。